どうもこんにちは、天気です。サンドランド続きからやっていきます。前回はジャンプメカのコアフレームとやらをゲットしたので、今回はジャンプメカを作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。ということで、アン頼む。懸賞金をかけられるなんて最悪だね。ああそういえばそうだったね。一刻も早く泉を見つけるしかあるまい。懸賞金何ゼニーだったんだっけ。戦車を捨てて帰ろう。帰る？バカな。幸いわしらの正体は分かっていないんだ。情けないぞシーフ、魔物のくせにビビるな。しかし王子、私は一人でも泉探しを続ける。このまま帰るわけにはいかん。そもそもどこに帰れるのか。私も手伝うよ。共犯者になっちゃったしね。言っとくが、俺は泉をこの目で見るまで帰らないからな。シーフはそんなに嫌ならもう帰っていいぞ。ここから徒歩でな。そんな王子を置いて帰ったらみんなになんて言われるか。まあそっちもあるか。まあまあおじいちゃん、心配しないでもなんとかなるって。そうだよおじいちゃん、ジャンプメカさえ完成すればきっと泉を見つけられるよ。ジャンプメカはそんな便利なのか。軽く言おうって。なんとも肝の据わった娘だね。女性に年齢を聞くのは失礼かもしれないんですけど、何歳なんですかね。ここどこ？ジャンプメカのことあんだけに任せてよかったのか。中途半端に手を貸すとかえって彼女の邪魔になってしまう。素人は黙っとれってやつだね。我々はこの先の旅に備えて体を休めよう。とほほ、あってもなく国王軍のいる南をさまよわなきゃならんとは。多少の土地勘ならあるさ。30年ほど前に南に住んでいたからな。そうなんだ。30年前といえば。何？まだあの辺りにピッチ人が住んでいた頃か。あ、ピッチ人、パート1の頃いたやつらか。いや、ちょうど国王軍に絶滅させられた頃かな。うわ、絶滅させられたのか。ああ、その頃だ。ありゃわしの知っておる中でもベスト10にノミネートされるほどの愚かな事件じゃったな。ああそう、そんないっぱいあるんだ。愚かだと？ピッチ人の恐ろしい兵器によるサンドランドの破壊を食い止めたんだぞ。ああそうだね。まあ将軍が言うにはだけど。そんなことを信じていたのか。ピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。やば。水？水だと？まさか。違う。前提がぶっ壊れるじゃん、水なんて作れたら。違わないね。頭のいいピッチ人は自分たちとみんなのために大量の水を作り出そうとしていたのだ。そんなものを作られては金儲けができない国王軍は、はあ、そいつを破壊してしまったんだよ。ガチクソやん。その証拠に水を作るマシンに必要なアクアニウムを協力すると見せかけてピッチ人に提供したのは国王軍だ。うん。国王軍はアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させピッチ人を絶滅させた。やばすぎるだろ、いくらなんでも。そんな人の心とか。てかラオどうした？その攻撃の戦車隊を指揮していたのは、もしかして私だ。あの大爆発で
私の村はほとんどが壊滅し、戦車隊員も私以外は全員死んでしまった。あ、唯一生きてた一人？ラオが？軍は私もその時死んだと思っている。ああ、連中は全てを分かっていながら攻撃させたというのか？分からんな。大爆発すると知っていながらなぜ戦車隊を？一石二鳥だったんだろう。二鳥？ゼウ大将軍のやり方が気に入らなくて、いちいち逆らう俺たちも消すには。まあそんなに気にするなよ。想像以上なクソ集団だな、国王軍。お前さんは知らなかったんだから。いや、国王と将軍か。そうだよ、世界を救ったつもりだったんだろ。まさかだよな。寝れないのか。ちょっとかわいい。絶対テンション違うけど。悪魔はピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。本当の悪魔は国王軍はアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させ知人を絶滅させた。そりゃそうなるよ。私の方じゃないか。許せねえな。ん？何しとん？かっこいいけど。おい、一体何を？闇のパワーを吸収してるんだ。闇パワー？戦いになりそうだからな。だろ？あ、かっこいい。なんだお前、急にかっこいいじゃん。いや、国王軍マジで許せんな。ふう、あ、よく寝た。さてと、ジャンプメカがどうなったか、アンの様子でも見に行ってやるか。もうできてるかな。でもまだ一晩しか経ってないじゃろ。じゃあ行こうか。よっ。どう、できた？さすがに早いかな。これはあれ、てか車あるやん。なにこれ。それいいでしょう。うん、なにこれ。ルジバのジャンカーマーケットでコアフレームを売ってたから買ったの。作ったの？すげえ。私が乗っていたのと同じ型の車だ。うん、まるで見て知っていたかのように。そうなの？売ってくれたジャンカーは顔にひし形のペイントをした盗賊から買ったって言ってたよ。あれ？あいつら俺らの車取ったな。あやつらか。転んでもただでは起きんな。確かにな、タイヤパンクしたまま置いてったもんな。もしかしておじさんのだった？まあ帰ってきたからなんともなし。どうやらそうらしい。そうだったらこれはおじさんにあげる。え、あんた買ったんだろ。いいのか？いいよ、組み立てるの楽しかったし、いろいろお世話にもなってるから。お前いいやつだな、本当。すまんな、ありがとう。いいなあ、俺も自分の車が欲しいぞ。コアフレームがあればベルゼの分も作ってあ。コアフレームってそんなすごいんだ。目が赤いな、寝てないのではないか。そうだよ、ジャンプメカに車に。うん、車の組み立てで徹夜しちゃった。ジャンプメカをほったらかして何をやっておるんだか。ほったらかしにしたわけじゃないって。
ジャンプメカを作るのは設計図がないと無理っぽいの。ああ、え、なんだよそれ。仕方なかろう、特殊なメカだからな。うん、設計図なら東亜町長が持っておるかもしれんぞ。そういえばジャンプメカの話も東亜町長からだったね。反乱軍が残した資料にジャンプメカの記述があったと言っておったじゃろう。うん、それそれだ。じいさんのとこに行ってみようぜ。やはり年の子だ。よくじいさんの話を覚えてたな。記憶力なら魔物の中でもピカイチですからな。東亜町長が持っているのが設計図であってくれればいいが。どうだろうね。なんかびっくりマークあるけど、なんか用ある？何かしていく？あ、そういうわけじゃないか。行ってらっしゃい。あ、いいよ。町長の前になんかサブストーリーありそうだからちょっと遊んでこう。あ、デザートマーケットのアデスさん、こんにちは。あの、この間は失礼な態度をとってごめんなさい。いいってことよ。実は魔物が手当たり次第に人を襲って水を奪っていると聞いたことがあって。あー、手当たり次第ではないけど水を奪っている事実はあります。つい怖くなってしまったんです。まるっきりの嘘ではないが、噂とは尾ひれがつくものですな。ね、そろそろ尻尾もついてきそうだよ。尾ひれがそうか。誰が手当たり次第だよ。国王軍から必要な分だけじゃん。そうそう、軍から銃を持った兵士を相手に。ベルゼブブさんってすごく強いんですね。だろ。危険に満ちたサンドランドを旅してこられたのも納得です。急になんかおだててきてるな。危険？あなたくらい強ければピンとこないかもしれませんね。でも人間にとって旅は本当に過酷なものなんです。補給のままならない砂漠をただ移動するだけでも大変なのに、盗賊団やラプトルに襲われることもありますから。ああ、そうか。そりゃラオがベルゼたちを頼ってきたわけだよな。ラプトルなんかベルゼ王子にとったらただの遊び相手だもんな。町一つ移動するのも命がけなんですよ。ふん、そんなもんか。そんなものだ。私も一人で旅はできない。旅慣れた行商人でさえ少し運に見放されただけで命を落とすことがあります。目的地にたどり着くだけでも幸運が必要なんだ。なんて過酷な世界なんでしょう。ベルゼたちに会えた私は運が良かったんだね。はあ、こんな話をしていたら急に心配になってきました。どうした、やぶから棒に。何が？実は馴染みの行商人さんに新商品を発注しているんです。でも約束の日を過ぎても一向に届かなくて。ほう。とても運の強い人だから大丈夫だと思っていたんですけど。もしトラブルに巻き込まれていたら。あのベルゼブブさん、これは？もし旅の途中で行商人さんが困っているのを見かけたら力になってあげてもらえませんか？お使いではないか。まあ気が向いたらな。たまたまいたらな。ありがとうございます。よろしくお願いします。すごい積極的に助ける流れになっている。ま、本当にたまたまいたら助けるさ。受けるだけだったっぽいね。お、プリカ元気か？東亜町長ハッピーかい？なあ、ジャンプメカの設計図持ってたりしないか？設計図？いや、持っておらんが。持ってないか。前に反乱軍が残した資料に記述があったと言っておられただろう。ああ、そういえばそんなこと。少し待っておれ。どうだか、町長の家の入り口はそっちじゃない気がする。あったあった、あったな。こいつのことだな。手ぶらじゃん。持ってるじゃん。少し預からせてもらっても構わんよ。ありがとう。サンキューじいさん。サンキュー、ありがとうね。
あん、あったぞ。まったくよ、寝る前に言ってくれればすぐだったのに。あん、設計図持ってきたぞ。本当にあったんだ。すごい、これがあれば完成させられる。早速取り掛かろう。パーツが足りてるといいけど。まあコアフレームがあるからな、他は足りなくても地道に集められるだろう。お、メカ作成に必要なパーツの確認について。メカを作成するにはメカフレーム、作成費用以外に作成したいメカに装備する各部位のパーツが必要になる。まずはメカメニューからメカ作成を選択し、作成したいメカに必要なパーツを確認しよう。なるほど、メカ作成。ふむ、ジャンプメカ、なんかだいぶ足りなそうだけど。第一武器、第二武器、エンジン、足回り、なんかほとんど足りてねえぞ。足りてねえってよ、どうすんだ。行ってらっしゃい。いや、行ってらっしゃいじゃなくて。何かしていく？もちろん。あ、これでメカパーツとかを作っていくのかな。あ、そういうことか。はあ、難しそうだね。ジャンプメカの、あ、第一武器。あー、なるほど、じゃあ作っていこう。30ミリグレネードランチャーを作る。あ、ここでやっと B 級素材たちが活かせるのか。うわー、詰めといてよかった。5ミリフルオート機銃。エンジンはサソリオイルだって。知らねえ、植物オイルしか持ってないぜ。 OK、 並列2機包みエンジン。包みとは言わなそうだな。ノーマルレッグ、これはまだ最初のしか作れないな。ノーマルレッグ、無事全部作れてよかった。じゃあ組み立てか。メカの作成について。ジャンプメカの作成に必要なものが揃った。メカメニューのメカ作成からジャンプメカを作成してみよう。 OK OK、 メカ作成。おお、いいね、なんかごついな。普通に戦闘としても使えそうだな。ジャンプメカ作ってくれ。ん？パーツ1欄から各部位を選択し、作成したパーツをセットしよう。すべての部位にパーツをセットすると、まず長押しでメカ作成できる。オーケー、なるほど。だからここをピッてやって、30ミリグレネードランチャー、第二武器、5ミリフルオート重機、エンジン、並列エンジン、足回り、ノーマルレッグを装備、そして、作るぞ。これが、ジャンプメカだ。名前作れんの？全然考えてなかったんだけど。これ何？どうやってあれするんだ？ああ、普通になんかそのまんまいっちゃったわ。キーボードとかでなんかやったら名前つけれたのかな。また今度つけるか。作れたぞ。間違えた。作れたぞ。行ってらっしゃい。ジャンプメカだ。完成！物騒なのいっぱいついてんな。本当に作り上げてしまうとは。なんだよ、おっさん。できないと思ってたのか？正直、半信半疑だった。よほど良い芯についていたのだな。師匠なんていないよ、ほとんど独学、見よう見まねってやつ。すげえな、天才か。実践の機会には恵まれてたけどね。なんと。ともあれ、これで国王軍の奴らを出し抜いて南に行けるわけじゃな。やっとこさね。かつて反乱軍が拠点にしたこの町で国王軍にあだなすメカが作られる。これも何かの因果か。かもな。よし、早速出発しようぜ。メカのことで困ったらいつでも戻ってきなよ。やっぱりアンとはここでお別れか。おい、王子、東の渓谷へ向かう前に一度南へ下ってみよう。なんで？今後のために国王軍の戦力を確認しておきたい。ほう、わかった。何するんじゃろう、わからんな。町長ありがとうな、いろいろ。あ、お前町長じゃねえわ、ノールだ。え、町長と顔すんげえ似てるんだけど。町長はトアだよね。アンという娘。うん。え、私？あ、ついてきてたの？彼女がどうしたのかな。うん、実にいい子だと思ってな。ああ、なんかそのにんまり笑顔やめろ。へっへ、いい子だってさ。なんでちょっとバカにしてるのよ。そうだよ、別に人間なんだから。魔物と違ってバカにされてるわけじゃないぞ。何かあったのかね。あ、そうそう。いやな、
ガレージで彼女が車を直しているのを見ておったのだが、うん、心から楽しそうでな。車好きのわしまで楽しいやら嬉しいやらでいい気分にさせてもらったのだ、うん、見られてたんだ。まあ悪い気はしないけど。車はいいよな。俺も自分の車が欲しいんだ。車はいいよな。おお、お前さんも車好きか。そうだぞ、運転はベテランだ。ならばジャンクの大穴に行ってみるがいい。あ、見たことあるかもそれ。前回大事故を起こした後にこんなところ今行ってる場合じゃねえっつって帰ってきた気がする。ジャンクの大穴。ルジバのジャンカーマーケットに向かう道中の分かれ道を右に行くと、ジャンカーたちが不用品を投げ込む大穴があるのだ。ああ、多分それ。そこに行けば車が手に入るのか。コアフレームが手に入るのかな。車そのものは難しいが、車フレームなら見つかるかもしれん。ほう、すげえじゃん。行ってみるよ。車を求めて。なるほどね。ここには安いたけど、やっぱここでお別れなのかな。寂しい気もするが、あの猫のような何者かがいるぞ。ちょっと行ってみよう。おーい、あ、ラッシーだ。どうしたお前。やあやあ、また会ったな。な、また会ったな。この前来た時よりも街が賑やかになった？気のせいか？多分気のせいだと思うよ。そうだ、ちょっと面白いものが手に入ったからお前にも分けてやるぞ。めちゃくちゃ素材くれた。お前いいやつだな。あー、持ってないんすよ。遺跡も行きたいね。珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ、うん、俺もいいもの用意しておくからさ。あ、いいよ。遺跡も行こうか。見かけたもんね、戦車ボッコボコになって今はどっちも行ってる場合じゃねえっつって帰ってきちゃったもんな。そっち行ってもいいな。迷うぜ。スバ、戦車って直したんだっけ？勝手に直ってくれてる？ちょっと怖いからアンに確認するか。アン、戦車ってどうなってる？メカ。あ、これは多分直ってんのかな？うん、多分直ってるでしょう。行ってらっしゃい。オッケー、ありがとうアン。じゃあな、また戻ってくるぜ。しばらくの別れか。普通に戦車乗ってるわ。あっちが目的地？ん？こっちは何？なんだこいつ。あ、なんか襲われてる、もしかして。あー、しょうがないな。ドーン。ちっとは楽しかったぞ。ドーン。あ、こいつじゃね？行商人って、さっきのあのデザートマーケットのお姉さんがどうにかしてくれませんかっつってた行商人。こんなところで孫悟飯少年期みたいな泣き方して。おい、おっさん、なんで目をつぶってるんだ。そりゃあだってラプトルがいて怖いから。ラプトルなら追い払ったぞ。え？おお、本当じゃ。ラプトルがいない。やはりわしはラッキーボーイ。戦車の砲弾の音が聞こえなかったのかなと思ったら魔物がおる。全くラッキーじゃなかった。世話しない男だな。前にもこんなのとあった気がする。ラプトルがいなくなってやっとスピノ町に商品を届けられると思ったのに。スピノ町に？もしかしてお前行商人か？思ったより近くにいてよかったわ。いかにも。だったらまた襲われる前に急いで行けよ。アデスが待ってたぞ。なんとお前さん、アデスの知り合いだったか。そうだよ、頼まれたんだからわざわざ。ということはラプトルを追い払ってくれたのもお前さん？そうだよ。砲弾の音聞こえなかった？別に、生意気だったからぶっ飛ばしただけだ。そうであったとしてもわしが助けられたのは確かだな。ツンデレなんだから。これは謝礼だ、取っておいてくれ。あ、サンキュー。いらねえよそんなもん。もらっとこうぜ、もらえるもんは。まあまあ、そう言わずに、ちゃんと礼をせんと運が逃げるでな。あ、こら、勝手に押し付けるな。
では忠告に従って急いでスピノ町に向かうよ。では気をつけろよ。たく、何なんだあいつ。最後まで話を聞かないやつでしたな。よかったよかった。アデスに報告するっつってるって、つってるってってどういうことだよ。書いてあるね。ほった、行くか。どうせならもうちゃっちゃか行っちゃおう。カーッと。ふう、すぐだったね。あ、おかえりなさい。ただいま。行商人さんから話を聞きましたよ。旅の途中で魔物に助けられたって。俺じゃねえぞ。魔物ってベルゼブブさんのことですよね。助けてもねえ。私からもお礼を言わせてください。ありがとうございました。ふん、何のことだか。さっぱりだよな。お礼の言葉くらい素直に受け取ればいいのに。あん、いつの間に。おかげで商品のラインナップが新しくなったんですよ。ああ、なんかいいのあったら買ってくか。よかったら見ていってください。あ、いいよ。なるほどね、こういうサブクエをやってってどんどん街を発展させるきっかけになるのか。いらっしゃいませ。何が増えたか。ダークエナジー、なんだこれ。闇パワー全回復するって。ベルゼ以外に闇パワー使うやついんの？ベルゼ専用のアイテムなんですけど、こんなんベルゼ以外買うやついないだろ。せっかくだし2本買ってってやるよ。うわ、高いこれ。400円してる1本。あ、こういうのはちょっと前もあったけど今ニューって書いてあったな。ここら辺はいつか使う時が来るのか。またいずれ来るだろう。じゃあね。また商品増やしとけよ。オープリカ、元気してるか。せっかくだからジャンクの大穴とか遺跡とか行きたいな。ちょっとストーリー進める前に寄り道をしていこう。寄り道を楽しもう。大いにな。きっとそっちになんか楽しいもんが転がってる。私は国王軍とのドンパチはごめんだぞ。そりゃ俺だってそうだよ。私も今やり合うつもりはない。あくまで偵察が目的だ。南の高台から様子を見てみよう。話せる。ルジバ戦艦への道はラプトリやジャンカー崩れがいるんだって。荷物奪われたり殴られたりするのかな。ああ嫌だな、家で寝ていたいよ。ああすごい、この状態で帰るんだ。まあでも持ってるんだ。オッケー、ありがとうございました。ありがとね。今からでも行けるのかな。またラオにそっちじゃないぞって言われちゃうかな。まあ行けるところまで行こう。